演舞開演。どうも、本日はこちらの体楽草茶というお茶を飲んでみたいと思います。何でも糖質をカットしてくれるダイエットにいい成分がいっぱい入っているようです。こちらに入っている素材が全部入っているということなんですね。ではここにもすでに書いてありますけど、ティーパックのお茶みたいなので、はい、じゃあ入れますね。ちょっとで、ほんとつながってるのか、これ間違って破いたら怖いんだよな。はい、ではお湯を注ぎます。だいたいこれで500なのでちょうどいい感じですね。はい、この甘酸っぱさすごいなね。で、いつもであればここでしばらくお待ちくださいというのですが、本日は12月31日しわすで今年最後の日ということですので、以前フリートークをしてほしいというリクエストがあったのですね。なので本日はそちらをやれてみたいと思います。といっても初めてやるのでぎこちないことになるのはご承知くださいね。確かフリートークのテーマで、今まで食べたローソンのパンで一番美味しかったのは何かというテーマがあったのですよね。一番美味しかったの、どれも美味しかったので決められないのですが、強いてあげるなら、ローソンのパンではコーンクリームパンかな。今まで自分の中ではクリームパンと聞くと甘いというイメージが強かったのですが、こちらはそれとはまた違った美味しさがあって、クリームパンの新たな境地を知ったような、そんな気持ちになれました。なので非常に美味しかったです。多分今この辺にあると思いますので、そちらからぜひご覧くださいね。そしてあと今後の展望につきましてというのもありましたね。今後の展望はやっぱり一人でも多くの方に動画を見ていただきたいと思う、それだけです。ただひたすらにそのために精進していきますね。そしてあとは、なんだろうな、あと始めたきっかけっていうのもありましたね。初めは PS4 で投稿するだけでよかったのですが、ちょっとあまり言えないことなのですが、悲しい出来事がありまして、それをきっかけに何かを残したいという気持ちがあって、それ動画だったら何かを残せるのではないか、そう考えて投稿を始めたのが直接的なきっかけではありますね。そしてまあそれぐらいだったかな。で、師走なので今年1年を振り返りたいと思うんですが、今年1年は自分にとっても何かと初めてのことが多かったんですよね。まず今年の1月、私事なのですが、人生で初めて健康診断というものを受けまして、ちょっと何をするかもわからなかったので、どんなことになるのか戦々恐々としながら待っていました。まあ結果は少なくとも今のところは問題ないということですので、食事動画などもしっかり上げられました。でも来年どうなるかな、まあ今からそれを心配していても仕方ないんですけどね。そして4月にはちょっと本業の方で初めて後輩というものが入ってきて、その対応に四苦八苦し、何せ年齢が離れてますからね、いろいろ大変です。そして5月には、まあ、動画にもしたんですけど、初めて回転寿司に行きました。まあ28歳になって初めて回転寿司に行くっていうのも珍しいのか珍しくないのか分かりませんが、どうなのかな、まあ美味しかったですからまた行きたいなとは思いましたね。お寿司も普段あんまり食べる機会がないので、このあの機会にいっぱい食べられたのが良かったです。そして8月には初めてではないのですが、久しぶりに USJ に行き、いろいろ食べ歩きましたしね。
あれも楽しかったですね。アトラクションにはあまり乗れませんでしたが、ああいう施設だと空いている日っていうのはないんでしょうから、何回も行くしかないのかな。それと、そろそろいい色になってきたような気もするんですが、どうなのかなこれ。で、9月には京都に行って、これで近畿2府4県は一通り行ったことになりますね。大阪から始まり、滋賀、あと動画にしてないんですけど、しおり兵庫にも行っていまして、奈良県行って、まあ那智の滝にも行きましたし、和歌山県ので、京都に行って、これでコンプリート。これから来年もまたいろんなところに行ってみたいですね。そしていろんなところに行くといえば、千葉県へも行きました。幕張メッセ、あのイベントも盛り上がりました。そして初のアパホテル宿泊、ホテルの宿泊、お料理が美味しいのはもちろんなのですが、何よりも嬉しかったのは大浴場があったことですね。あのユニットバスっていうのがどうにも自分の神経には合わないんですよね。もし泊まるだけならまだいいのですが、住めって言われたらどんなに家賃が安くても無理です。あれはなんか落ち着かない。誰かが入ってくるわけでもないのに、本当に落ち着かない、そんな気持ちですね。そして11月29歳を迎えました。ケーキも食べられましたし、今年もまた満足できる誕生日になりましたね。そろそろいいかな、こちら。でもこれ絶対あーってなるパターンなんだろうな。では飲んでみたいと思います。はい、なりました。熱いというわけで、いつもならここで中断するのですが、まだまだ年末なので、今年を振り返りながらいろいろお話ししましょうかと言っても、まあ、皆さんは見てるだけなので一方的なコミュニケーションにはなってしまうのですが、そして今年は、そうだ、肝心なことを忘れていましたね。今年は皆さん動画にコメントがつくことが今までよりも多くなって、こうしてフリートークをしてほしいとか、ダンスをしてほしいとか、カラオケを歌ってほしいといったリクエストに応えたというのも初めてです。あ、これリクエストしてくれるっていうのは本当に嬉しいですね。なんとなくやってみたい、やってあげたいという気持ちにもなれます。やってみたいというわけですので、また何かリクエストがありましたら、コメント欄やフリートークなどで投稿していただければ嬉しいです。もちろん全部に答えるというわけではありませんが、でというより全部に答えるということは不可能なのですが、可能な限り答えていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。そして来年は今年以上にリクエストに答えたり、いろんなものを食べたり行ったり頑張っていきたいと思います。もう29歳ということで、20代最後の年でもありますので、そろそろ活発に動けるのも、なかなか年を取ってくるとしんどくなってきますからね、今のうちにやれることはやっていきたいと思います。いろんな方に応援されてここにいますからね。皆さんの今年の1年はどのような1年だったでしょうか。平成も終わってしまいますが、自分の動画はまだまだ終わりませんよ、もちろん。というわけですので、皆さんも良いお年をお迎えください。で、まだ終わるには早いですね。ああ、温まりますね。こういう寒い日にはこういう温かい飲み物が。体だけでなく心まで楽になっていきそうな、そんなお茶です。
皆さんは何かお気に入りの飲み物ってありますか？もしコメントで教えていただければそれも飲んでみたいです。もちろん食べ物でもいいですし、ゲームとかそういうのもいいですね。あ、どう、ゲームといえばゲーム実況を始めたっていうのも初めてですね、今年。またこんなとこ肝心なこと忘れる。現在はおそらくスマブラを進めている。いや、おそらくじゃないな、現在はスマブラを絶賛進めていますね。あれいつ終わるんだろう。一つのものだけであれだけあると、あとはどれだけかかるんだ。来年3月にはスパロボの新作も出るので、それまでにはある程度の決着をつけたいのですが、はい、察しのいい方もおられるかもしれませんが、そのスパロボの方はすでに予約済みです。こういうのは本当に飛びつくのは早いんですよね、自分で。さて、そちらの方ももちろん実況プレイ、でもバンダイナムコゲームズさん、いや、エンターテインメントさん、現在はそういうところ厳しそうだからな、もしかしたらアップロードできないかもしれませんが、可能な限りはやりたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。まずは3月までお待ちくださいというのが本音ですけどね。おっと、というわけで飲み終えました。健康茶にありがちな苦味などはほとんどなく、すっきりとした味わいで非常に飲みやすいです。これで体が楽になっていくというのであれば本当に嬉しいですね。なのでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴、そして今年1年本当にありがとうございました。また来年もこの動画にもコメントしていただけると、リクエストしていただけると本当に嬉しいです。では今年最後の演舞編、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。